ファンネルがお送りするモンスターハンターライズ続きをやっていきます。ではね、前回マガイマガドを倒して、一応ね、なんか里のちょっと平和が戻ったかなっていうところで終わりました。じゃあ今回はね、星4のクエストかな、星5か。私それでもう下位クエストっていうのがこの星4までで、星5からはあの上位クエストになるのかなと思ってたんですが、どうやらちょっと多分違うんだよね。あの集会所の方のマガイマガドも一応倒したんですよ。でその次のところをやってるんですけど、まだクエストは下位ってなってたので、まあまあとりあえず、まあ里クエに下位も上位も一応なんかあんのかな、あの概念は。集会所はもちろんあるんですけど、まあその辺もちょっと分かってないですけどね。まあ、とりあえずはやっていきましょう。では今考えてるのは、一応セレクトが4つか、どうすかな、2個、ああ悩ましいな。どっかでなんか百竜夜行また入りそうな気もしてんだけど、どれ倒したいかな。リオレウスとかはやりたいんだけど、まあ一回とりあえず上からやるか。はい、これは疾風神竜って書いてあるのかな。ナルガー来るが、やっていきましょう。でナルガーはもう一応ね、フリーハントというか違うクエストでとか百竜夜行で倒してるので、ハンターノートに多分弱点とかももう出てるので、雷やられ、雷に弱いかな、この感じ。じゃあ装備変更で体験フルフルのやつだな、フルミナントソード2でいこう。 OK。 でもあいつナルガクルガも電気まとわなかったっけ、気のせいかな。よし、じゃあまたお食事していきます。うさ団子いつもの注文、また和みタイムです。百竜夜行ではね、よもぎちゃんにもだいぶお世話になってますんで、ガトリングガン撃ってくれますんでね。はい、どうも、茶柱立ってます。まあ、今回の動画では体験でいきますけど、次回あたりまた弓でやっていこうかな。美味しかったです。はい、ありがとうございます。一応ね、ここの餅つきというかもうアップグレードして、こんな感じでなんかウサギ型に餅がなるようになってたりもするんですけどね。さあ、じゃあ行きましょう。ちょっとね、私動き早い敵がすごい苦手なんで、ナルガクルガもしかしたらやられるかもしれませんね。いわゆる一落ちみたいな、一落ちみたいなね、3回やられなきゃ大丈夫なはずなので。今日の仏もそっちのけ、そっちのけ、墨染めのキャツがのし歩く、目怖えな、縄張りまたぎ、くせ者に総合覚醒、いや激おこじゃん、ナルガクルガ。さあやっていきましょう。まあ双竜使ってやっていきますか。どうやらリオレウスっぽい影も見えますね、これ。あ、違う、これ違うか。まあいいや、青柱先輩がいるけど役に立たねえだろうな。あの双竜で、まあ延々くと、くぐ土雲取って、できれば1回目は自動的に縄張り争いしてもらいたいかな、延々くとか使わずに。で人玉取りを回収していって、蜂蜜ゲット。
でこっちの虫とかちょっと取っていってよいしょ。で上に参りますと、一歩前進だな。でひたまころがしはぜひともゲットしたいのでゲットして、まあこの辺はねいつもと同じルートっていう感じでよいしょ。カツン、行くぜ。どうすかね、じゃあどのルートで行くか。くぐつち、まあ延々くもう一匹取れたら青柱をナルガクルガのところに誘導したかったけど、しまった。解毒取っていくか。この調子で行くぜ。よいしょよいしょ。上に登って人玉取りをねいっぱい取っていこう。上上でここも通る。よいしょ。でもう一個下にあるので、ナルガが青頭先輩のとこ行ってるか。今行けばあれかな、快適できるかな。あ、移動しちゃった。青頭先輩が来ちゃったか。青柱先輩逃げてきたな。じゃあナルガと戦いますか。よっよっ、ていっ、尻尾切っちゃうぞ。ガオーン、動き早いからな、攻撃しにくいよな。よいしょ、あ、勝ってんだこいつ。腕火玉もう安い。じゃあやっぱ尻尾が頭狙うしかねえな。これは何やってくれ。お、隙がわからねえ。よいしょ、隙がわからねえ。これは隙になるか。外してくねえ。基本的に動き早いやつはあの攻撃後の隙多めにしてくれてると思うんで、気のせいかもしんないけど、やばい、そっちもまずい。尻尾ドーン、多分切れるもんね。ちょっと今躊躇してますけど、尻尾切りてえな。よいしょ、避けて、なんかやってくる。絶対危ない。そうでもねえ。尻尾ズドーン、嘘、当たんのあれ。よいしょ、買って、これまずいか。距離取って、尻尾ズドン、顔面ドン。うおー、あれ当たったら絶対しびれんだろうな。回復した方がいいよね。ちょっと待ってね、回復。尻尾切りてえけどちょっとタイミングわかんねえな。尻尾に回る、尻尾に回る。あー、逃げられた。ちょっと待ってね、避けて、これ危ない危ない。尻尾出せお前。よいしょ、勝った。あ、目が赤くなった、やばい。バルバトスみたい。やめてやめて、大体2回攻撃になってくるのかなこれ。よいしょ、勝って勝って、ちょっと逃げて、違うんだ。よいしょ、これ尻尾切れねえな。尻尾のとこ行きたいのに。誰か来ねえかな。よいしょ、縄張り争いしてくれ。避ける、気をつけろって、そろそろ言いそう。尻尾尻尾、よし、いいぞ。よいしょ、こういうやつは意外と尻尾多分切りやすいと思うんで。よいしょ、ダメした。今尻尾の方に回る。よいしょ、んー、よいしょ、んー、よいしょ、避ける。いよいよ、危ないね。激おこモード、よいしょ、来るか。
何か来そう。この調子で行くぜ。ああ、尻尾がふさふさになっただけか。危ないよ。尻尾切る。よいしょ。あと一発ぐらいでいけそうなもんだけどな。よいしょ。まだまだか。尻尾いただく。こいつ何やってんだ今。よいしょ。疲れてたんかな。なんか疲れてたっぽいね。で待ってね、ワンちゃん乗ってトギトギもしとかないとやばいな。携帯食料食べてトギトギ。武器の腕前も磨いてなんぼさ。で待って、蹴っ飛ばして、雷雷毛転がしも取っていきますか。まああいつに顔面はなかなかぶち当てらんないんだけど、よっ外した。あ来た、レースがやばい。これは縄張り争いしますね。かきり虫を取っておきたい。早いとこ飛んだ。かきり虫ゲット。戦え戦え、どっちが勝つ。あナルが負けてる。ナルがでも大丈夫だ。いいぞいいぞ。これはちょっとしたイベントを見てる感じだ。オッケー、レース乗る。さあ燃やしちゃいましょうナルガさんを。あれ一応レウスも毒持ちだっけ。あ毒持ちキックだ。毒で待ってね、避けてファイヤーファイヤーファイヤーで、もういいか、大技使っちゃおう。毒って欲しいけど、毒ったかな。いや燃やしちゃって、でナルガニドカン外していく。よいしょ。尻尾の方に行きたかったが残念だな。当たってくれ。外した。痛い。さああとは延々区で青柱のとこ連れて行きたいけどまだだな。ホムラッチを取るか。ふっ、めっちゃ怒ってんじゃん。よいしょ。固い。仕掛けてくるぞ。仕掛けてくる。何やってくんの。いいの今ので。尻尾切る。尻尾切らして。あの仕掛けてくるぞだいぶ好きになるよね。よいしょ。はい通常状態に戻ったかな。尻尾切らして、尻尾切らして。よし行った。いよいよ尻尾切っちまえばこっちのもんじゃないの。いや時間かかっちゃうな。よいしょ肩。よし、あもう弱ったね。禁止アイコンつきました。あとはじゃあ青柱先輩できればいいんじゃねえかな。そのままやるか。それか待ってね、くぐ土で送流しちゃうのもありやな。なんか狙ってんな。こっち来い。それわかんねえから。え、なんでダウンしたん。よくわかんないダウンしましたね。よっ、これ当たんないパターンだ。ごめん、耐えられる。よいしょ。さあ隙を見てくぐ土を使いたいが、使う、当たれ。よし OK。 あとは壁にぶつければ終わりそうなもんだな。ちゃんと2回ぶつけましょう。待ってね、こっちの方にドーン。うん、こっちの方に、あ外したミスちゃった。こんなミスをするとはな。よし OK。 いやダッサい終わり方にしちゃった。とりあえず尻尾剥ぎ取り、あっちの落とし物拾ったっけ。拾ってねえな。
落とし物拾って。こんなもんか。でもナルが来るかも。まあもうちょっと練習は必要かなと思いますけど、まあ武器強いの持ってきてっからな。さあ取り切りました。まあまたちょっとあれだね、できれば10分以内に借りたいんだけど、クエスト情報、あでも10分37か、もうちょっと早く枯れるな。でもあの感じからするとこの辺に蜂蜜なかったっけ。じゃあ次のモンスター行ってみよう。そういえば言うの忘れてたかな、私今装備してる防具、このやつはジンオーガですんで、全部ジンオーガの方は百竜夜行で出てくるのをぶっ倒しまくって素材集めました。まだあの1対1で、ああでも戦ったことねえよな、百竜夜行でしか多分まだ戦ったことないんで。さあちょっとフリーサイドクエストだけちゃんと受注して、狩猟、部位破壊、蜂蜜とで、里クエ受注の陣王がね。で、ちょっと待ってね、アイテムを確認して。OK。で、陣王がは何に弱かったっけかな、火だったような気もするんだけど。あ、違うな、氷あられだから、氷に弱そうですね。あれ氷武器体験作ってたかな、強いの。一応2つあるな、待ってね、レア度2か、レア度2100、こっちだよな。ちなみに待って、作れるやつだと調子はどうだ、調子いいよ、これか、五射ズバーすげえ名前、五射ズバーはちょっと足りないね、あの素材が。五射ズバーはまた別のモンスターだから、これとか、あーこれもだな、足りねえな。まあしょうがない、今回はこれでいこう。ではまたウサ団子を食べて、いつもの注文でいきます。 OK。で今回はスキップしますと。やークエスト出発。まあ陣王川はあの雷やられ注意ですんでね。まあ注意といってもな、こいつも確か動き早いんで、なんとなくね最近思うのは、まあ上位になるとまた別だけど、弓の方が楽だね。熾烈の総画よ、あれぞ無双イカズチの化身、イカズチの化身、あれるかいざ人形に。無双の狩人陣王が、まあ、ジンオーガって結構どころかかなり有名なモンスターだと思うんですけど、私は実は雷だと、モンハンクロスだっけかなに出てたあのライゼクスがすごい好きだったんですよ。装備含めて出てきてくんねえかなと思うんだけど、まあ無理だろうな。ライゼクスかっこよかったんだけどな。じゃあまたあの同じルートでハテナのモンスターがいるな。このハテナのモンスターいるときはっていうか、こういうのを私あのフリーハントで狩猟してたりしたので、いい感じだ。まあまた動画外でちょっといろいろ見ていきたいと思いますよ、このハテナのやつらとかは。ロクロヘビ取っとくか。さっきは、あでも今回はあれか、
またちょっと弱めのモンスターだな、あの総流になるやつ、あのハテナのやつが誰かによるな。よいしょ、カツン。クグ土を取りに行って、降りて、ここにいるんだ、ここにいるが、まあ無視していきましょう。登って、意外とここでも気づかれたりするんで、登って、で人玉取りで回収。あ、また岩盛りとかが、鎧玉かな。よし、で下に降りて、やっぱこの大社跡はちょっと安心する。すごい慣れた場所なので。あ、待って、水玉転がししょってきたい。最初に水玉、いや、ひいし転がしか、私ひたま転がしって言ってたな、1回目間違いです。あ、ジオンが移動した。でハテナのやつも移動したな。ダッシュしてこれ取って、いや、ここ攻めやな、私ここで戦いたくねえんだよな。よいしょよいしょ、いいよ、ギャオーンって。ちょっとなんで吠えなかった、こいつ方向持ちじゃねえのかな。瀕死いて、やっぱり早い。しかし隙はあるはずだ、これが隙になる。分かった分かった、あ、尻尾硬えの。おお、怖っ。待って、尻尾柔らかくなるのか、もしかして、あの怒り状態の時、そんな気がする。いやいや、切れ味落ちちゃうよこれ。じゃあ泥玉やって柔らかくするっていうのもありかもしんないね。確か泥玉やると肉質柔らかくな、あ、電気やばそう、チャージしてるよねこれ、静電気、静電気だよね静電気って言っていいのか分かんないけど、危ない。うわー、すげえ溜まってる。よいしょ、切れ尻尾。電気が溜まったら注意でございますよ。尻尾いただき、あ、早っ。もう尻尾切れた、尻尾切ったら放電されるとかねえのかな。危ねえ、いた、こいつもドスンドスンやるね。避ける、いやー、どんどん電気溜まってますねこれ。我々が近づいて電気溜まるとかじゃねえよねこれ。放電させる、放電させる、まあな、放電されるのかちょっと分かんないけど、いた、マガイマガドと同じ突進攻撃。もう一回来るんだろ、あっち来ない、なんかアンジャナフっぽいのがいたな今奥に。アンジャナフだったら結構総流的には役に立つけど、いや違うか、よいしょ、やばそう、そろそろやばい。出ましたね、雷まとい状態ですかこれは。怖いよ、近づきたくねえなーこれ。電気ビリーってやって、よいしょ、まずこいつどっか行ったらあれだね、尻尾ちょっと回収したいんで、顔面バシバシ切ってくよ。疲れてんじゃないの、よいしょ、まだ疲れてる、まだ疲れてるね。よいしょ、どっか行くかな、どっか行ったね。はい、尻尾ゲットしましょう。悪く思うなよ、悪く思うなよ、こっち来んなよ。たまに帰ってくるモンスターいるからね。頼むぜ、乗って取って、ちょっとご飯食べて、別のモンスターが縄張り争いできる位置にいますが、わざわざ行く必要もないと思いますので行きません。それか延々く使って
して神王があっちに連れてくか。ちょっと面白いかもしんねえな。連れてってみる。俺が引き寄せる。引き寄せる。で、ここに、あ、やっぱアンジャナフだ。アンジャナフ先輩かきりむしとって、あ、まああっちでバトルするよな、そりゃ喧嘩ですね。これアンジャナフ食べちゃうんじゃないの。ちょっとジオンが私しか見てねえ。早くしてアンジャナフ。これ多分総流溜まるよね。え、どうなってんの、総流溜まってねえの。あー、やられた。あ、普通に喧嘩してんだこれ。あ、総流になった。待って、総流になったけど割り込んでいいのかな。僕も入れてよ。しまった、アンジャナフに乗りたいのに。こんなやつに乗ってもしょうがねえんだよな。よいしょ。まあ、しょうがねえなこれ。いて、多分アンジャナフどっか行っちゃいますね。よいしょよいしょ。まだでも喧嘩しようとしてんな、アンジャナフ。で、ジンオーガに乗って、大成功。よいしょ。で、一応これは壁打ちした方がいいな。もうアンジャナフは乗れないんで、神王が壁打ち。ちょっとアンジャナフ近くにいないで。あー、失敗したじゃん。あ、大丈夫だ。オッケーオッケー。で、左行って、で、ドーン。アンジャナフ誰狙ってんのこれ。もうわけわかんないんだけど。いやー、失敗したなこれ。とんでもねえ縄張り争いになっちゃってるよ。どうなってんのこれ。どっか行くかな。あ、どっか行くな。よかった。いやー、カオスとはこのことだな。よいしょよいしょ。くらい、うん、くらい。逃げる、痛い。今雷まとってない状態なんで。あれ、こいつ頭なんか取れた。なんか頭破壊されたっぽい感じになってる。疲れてるかな。よいしょ。そろそろ弱ると思いますが、顔面を切りたいが腕になっちゃうな。切れ味が落ちる。あとはロクロヘビしかいねえか。顔面もらう。角折れたのか。顔面叩きたーい。避けた。腕壊す。やばい。ちょっと待って、この位置まず一回回復して、ガブリンチョ尻尾ドーン。ガブリンチョ尻尾ドーンがパターンなんだな。どっか行ってほしいな。尻尾ドーン、あ、違う、チャージしてる。チャージするな、チャージするなって。ああ、ロクロクヘビ置きますか。ロクロクヘビ、ロクロクヘビの効果がいまいち私分かってないんですよ。危ない、誘導するのかこれ。うー、怖え。よいしょ。やべ、本逃げてる、やべ、本逃げてる。回復しよう。来るか、電気ビリビリ。疲れてるかな。よいしょ、ドシーン、顔面ドカーン。捕獲できますね。そろそろ弱るということでございます。避けて。うわ、あんなんもらったらやべえな。よし、避けて。動き早っ。切る。切れ味落ちちゃうよ。やばい、これやばい。避ける。ドカーン。うう、雷降った。よいしょ。当たらねえんだけど。
電気が、あ、だ切る、気をつけろ、やばい、気をつけろ、避けれねえけど、避けれた、回復しよう、いよいよ吠えてくれ、よいしょ、弱ってくれてるから届かねえんだって、お前あんまり遠く行くな、よいしょ、今日はこのぐらいにしといてやろうか。これで元通りだ。トギトギ。多分巣に戻るでしょ。いや、あんじゃなく先輩送流できてたら多分もうちょっと早めに決着つけられたんだろうけど。落とし物いっぱいある。これは先生に後で怒られるやつだな。では上の方行ってな、こっちから行こうか。いろいろ回収していきましょう。もう延々取ってもしょうがねえな。待ってね、こっちから行って、めっちゃお腹減ってる。寝てるからどうすかな、何の攻撃にしようかな。爆弾持ってくればよかったかな。ホムラチョウ取って、ハチミツ取って、ぶったたいたら終わんねえかな一発で。とりあえず混合ため切りが一番効くんで、混合ため切りを頭にぶち当てたいんだけど、私のエイム力だと、あ、いけるな、当てる、よいしょ、ちょミスった、また混合ため切りしちゃった。避けて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 、あれで終わんないんだ、終わってほしかったな。顔面、よいしょ、どんなもんだ、オッケー、それじゃいただくぜ。意外とジンオーガも戦ってて楽しいわ。じゃあとりあえず今回は以上かな。で次回また2つやって緊急の状態見てだな。あんまり長くなるとまた大変なので、じゃあ戻りますぞ。半蔵雷電、この下には蜂蜜ないもんね。よいしょ、さあこの辺で決めちゃいましょう。待て、おやつあげよう久々に。これどうなってんの、おやつ鼻の上乗ってるなんか誰か吠えてるアンジャナフかな。アンジャナフも確かめちゃくちゃ強かったイメージあんだよな。はい、ジンオーガーの素材も結構ゲットできました。ジンオーガーの防具ね、激凛、激凛でいいんだよね読み方。もう百竜夜行でゲットしてたので、まあだから全部装備作れたんだけど、かっこいいんだけどね、この装備ね、ジンオーガ。確かお供の、ああ違うな、お供は変えちゃったのか。半蔵はナルガクルガの、装備で、ライデンの方がリオレウスの装備だったかな。はい、特に何も出ませんね。ではでは、今回以上にしときましょう。はい、じゃあ次回また続きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。